今シーズンはプレーオフ圏内を狙うというシーズンになります。さあ両チームの選手が入場をしてきました。今日はアウェーユニフォーム、白のユニフォームでいわき FC、 2024明治安田 J2 リーグ第9節横浜 FC 対いわき FC 前半のキックオフです。でファーサイド1人五十嵐が残っています。大迫低いボールを入れていった、直接決まりました。先制いわき。さあ今度は村田、村田打つ、後ろから中野、中野から今度は伊藤だ。ここもですね、狙っていました。三田、選択肢は三田の左足、村田ボールが走らないようにも見えてきました。さあ西川、背後を取った加瀬、おっと倒れた、PK、 迷わず笛を吹きました。沈めました。すかさず同点、今度は岩木追いつきました。点の取り合いになってきました。照山落ち着いていました。さあ福森です。福森速いボール、ヘッド、最後はいわきの選手に当たってコーナーキックです。はい、大森ですかね。速いボール、ユーリララが反らしたところ、熱くならないといいですけどね、はい、さあゴール前に入れていきました。野川の頭、後ろから出てきて右足、山口振っていきました。外に逃れました。そしてここで試合終了のホイッスルです。横浜 FC、 いわき FC の一戦は2対2。